すことはできます。9回の裏、タイガースの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。モイネロ、小宮山さん、サヨナラの可能性もありますが、ここは慎重に行きたいところだと思うんですが、どうですかね。中途半端に振るも思い切って攻めた方がいいかなという気がしますけどね。確かにそうかもしれませんね。打ち上げた、ヒットになった、センター前ヒット、サヨナラのランナーが出ていきます。さあランナーが出ます。どうぞ今のバッティングご覧いただきましょう。バッターボックスサンズ、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあここでタイガースダイソーを送ります。帰ればサヨナラ、中谷がファーストラン。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。右中間へワンバウンド、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。さあそして打席には梅野が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ホームへ、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそしてバッターボックスには平野が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。西さん、ここはスクイズはありますか。そうですね、その可能性もありますね。なるほど、さあどう来るか。さてバッターの平野、どういうバッターなんでしょうか。左中間へワンバウンド、ヒットになった。バックホーム、劇的な結末。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの、帰り気をつけて帰ってください。そうですね、勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。